はいどうも、坂ちむです。今回は10月20日に行われた今年のドラフトで中日が支配下指名した選手たちを紹介していきます。まずドラフト1位で指名したのが沖縄大学の中地玲也選手です。中日はドラフト会議の前日に公言した通り1巡目で中地選手を指名し交渉権を獲得しました。中地選手は沖縄出身で21歳、身長178センチ、体重80キロで、ポジションは投手、右投げ右打ちの選手になります。高校は嘉手納高校出身で、高校時代は全国的には無名の選手でしたが、沖縄大学へ入学後急成長。特に3年春に出場した全日本大学野球選手権大会で、愛知県の名城大学を相手に8回1失点と好投したことで一躍全国区となりました。癖のないフォームから放たれる最速151キロを記録したストレートと、スライダー、カーブ、スプリット、チェンジアップなどの多彩な変化球を織り交ぜた投球が持ち味です。特に本人も自信を持っているスライダーは曲がりが独特で、中日のジャリエル・ロドリゲス選手やオリックス・山岡選手のスライダーのように大きく縦に曲がる軌道をしています。元阪神の藤川さんは中地選手の投球フォームを見て、バンテリンドームに合っている投手であり、すごくいい投手、めっちゃ楽しみと絶賛しました。爽やかな好青年という印象を持つ中地選手、活躍すれば人気選手となるでしょう。続いてドラフト2位で指名したのは明治大学の村松海人選手です。村松選手は静岡県出身で21歳、身長171センチ、体重80キロで、ポジションはセカンドショート、右投げ左打ちの選手になります。高校は静岡高校出身、高校時代には1番ショートとして2年春、3年春に選抜へ出場。明治大学進学後は3年春からレギュラーを獲得し、主にセカンドとして出場。身長も大柄ではなく、大学通算でのホームランは1本ではあるものの、打率3割3分超え、長打率も4割後半を記録しており、長打も期待できる打者でありながら、三振の数は少ないという選手になります。50メートル5秒9の俊足や、セカンド守備のレベルも高く、1年目から1軍での出場が期待されます。続いて、ドラフト3位で指名した阿南光高校の森山明夫選手です。森山選手は徳島県出身の17歳で、身長は188センチ、体重83キロ、ポジションはピッチャー、左投げ左打ちの選手です。最速は146キロで、持ち球はスライダー、カットボール、カーブ、ナックルカーブ、ツーシームなどがあります。阿南光高校では1年秋からエースになると、2年夏の徳島県大会では4試合を全て1人で投げ抜き、失点はわずかに3という安定したピッチングで、チームを25年ぶり2回目となる甲子園出場に導きました。甲子園では初戦の沖縄尚学戦で9回8失点と打ち込まれ敗退してしまいました。3年春の県大会では1試合20三振を奪うなど活躍。3年夏の徳島県大会では初戦の鳴門渦潮高校戦で9回6安打1失点に抑えるも敗退してしまいました。それでもその試合には全12球団22人のスカウトが視察に訪れており、各球団のスカウトは森山選手を高く評価しました。高い奪三振能力と連投を苦にしないスタミナを持っており、先発として長いイニングを投げることも期待できますし、中日に不足しているリリーフ左腕としての活躍も期待できると思います。続いてがドラフト4位で指名した聖光学院高校の山浅龍之介選手です。山浅選手は秋田県出身の18歳で、身長175センチ、体重82キロで、ポジションはキャッチャー、右投げ左打ちの選手です。守備能力は高校トップクラスと言われ、遠投は110メートル、二塁送球は 1.8 秒台を記録するほどの強肩です。バッティングに関しても聖光学院の斉藤監督が春以降に打撃が向上し、プロのレベルまで成長したと話しています。2年生からレギュラーを獲得した山浅選手は、2年夏の福島県大会準々決勝で、9回2アウト1、2塁の場面で打席に立つも、空振り三振に倒れ、この試合最後の打者になってしまいました。そしてこの試合に敗れた聖光学院の夏の福島県大会連覇は13で途切れてしまいました。この試合で最後のバッターになってしまった悔しさを胸に、1年間練習を重ね、さらに成長した山浅選手は、3年夏5番キャッチャーとして試合に出場。福島県大会では打率4割超えを記録し、甲子園出場に貢献しました。甲子園では打率こそ2割5分でしたが、勝負強いバッティングや5四球を選ぶなど、チームを初の甲子園ベスト4進出に導きました。そして秋の国体では打率4割5分5厘を記録しました。プロのスカウトからはバッティングが課題と言われていますが、2軍で経験を積んで将来的には正捕手としてチームを支えてほしいです。続いてドラフト5位で指名した福井ネクサスエレファンツの浜翔之介選手です。浜選手は大阪府出身の22歳、身長は181センチ81キロで、ポジションはショートまたは外野で、右投げ左打ちの選手です。50メートル5秒9の俊足と遠投130メートルを投げ、投手としてマウンドに立つと最速149キロを記録するほどの超強肩の持ち主です。
とにかく肩が強く、スカウトにはその肩で飯が食えると絶賛されるほどです。浜選手は中学時代から高い身体能力を発揮し、中学3年時には左投げでも最速120キロ超えを記録し、両投げの選手としてテレビ番組にも出演するなど注目されていました。高校は東海大甲府高校に進学すると、3年夏の県大会で打率5割を記録するなど活躍し、プロ志望届を提出したものの指名はされませんでした。高校卒業後は最速で NPB 入りを目指すために独立リーグへ進みました。今年から日本海オセアンリーグの福井ネクサスエレファンツでプレーした浜選手は、本人の希望でショートとして試合に出場、シーズン途中からはセンターで出場しました。打撃面では打率3割1分5厘、出塁率4割3分9厘、長打率5割2分1厘を記録。それだけでなく、選球眼も良く、フォアボールの数はリーグトップタイの43を記録しました。走塁面でも58試合で37盗塁を記録するなど活躍し、見事リーグ MVP 選手に選ばれました。また、中日2軍との練習試合で、ジャリエル・ロドリゲス選手からヒットを放つなど、活躍したことも指名に至った要因としてあるでしょう。浜選手はそのキャラクターも魅力的で、ファンへのアピールポイントはと聞かれると、プリケツです、と回答。また、ドラゴンズのチームカラーはという質問に対して、青色です、と即答しました。そんな天然な一面と抜群の身体能力は、あの糸井嘉男選手を彷彿とさせてくれます。本人も目標とする選手として糸井選手の名前を挙げており、糸井選手のように球界を代表する選手となってくれることを期待しましょう。続いて、ドラフト6位で指名したアジア大学の田中美希也選手です。田中選手は神奈川県出身の21歳で、身長166センチ、体重64キロでポジションはショート、セカンド、右投げ右打ちの選手になります。東海大菅生高校時代から注目されてきた選手で、今年のドラフト会議前から上位指名候補選手として名前が挙がっていました。そのため、6位という順位での指名には驚いた方も多いでしょう。守備のレベルが非常に高く、俊足を生かした幅広い守備範囲や、その身のこなしの良さから忍者とも言われるほどです。また、守備のイメージが先行している田中選手ですが、打撃成績も良く、大学リーグ通算で打率2割後半を記録しています。身長の低さであったり、すでに完治しているとのことですが、大学3年生の時に国指定の難病を発症したこともあるという経緯から、6位という指名順位になったと予想されますが、実力は間違いなく今年のドラフト指名選手の中で上位クラスだと思います。1年目から猛アピールし、1軍で出場してくれることを期待しましょう。最後はドラフト7位で指名した日本新薬の福永博樹選手です。福永選手は滋賀県出身の26歳。身長180センチ、体重85キロで、ポジションはセカンド、サード、右投げ右打ちの選手になります。福永選手は逆方向にも長打が打てる強打が魅力の内野手であり、即戦力選手として指名されました。甲子園に出たいという思いで入学した天理高校時代、3年間で一度も甲子園に出場することはできませんでした。その後、専修大学に進学すると、1年秋からベンチ入りし、2年春には3番ファーストの座をつかむと、3年春からはセカンドとして出場。大学リーグ通算で78試合打率2割8分8厘4本塁打、34打点を記録しました。日本新薬に入社してからは1年目から公式戦に出場すると安定した成績を残し続けました。プロからも注目される選手でしたが、2年連続で指名漏れを経験。社会人4年目となった今年、ラストチャンスとして挑んだシーズンでも打率3割超えを記録し、OPS も1以上を記録しました。そして26歳となった今年、ついにドラフトで指名されました。ここ数年、ドラフト会議で指名された社会人卒の選手が活躍しているケースは多いです。福永選手も即戦力として1年目から活躍してくれることを期待しましょう。以上が今年の中日のドラフト指名選手たちになります。合計7人の選手を指名し、ピッチャー2人、浜選手を内野手としてカウントすると内野手が4人、キャッチャーが1人という結果になりました。立浪監督は思い描いた指名ができた、100点と振り返った今年のドラフト。今年指名した選手たちが近い将来、中日を優勝に導いてくれることを期待しましょう。また、皆さんが特に期待する選手などについては、どんどんコメントしていってください。本日の動画は以上になります。今後もこういった動画を上げていきますので、よろしければまた見に来てください。それではまた。